スーラです。スーラです。お久しぶりです。お久しぶりです。スーラです。よろしくお願いします。お願いします。ガチャガチャぶりかな。あ、そうだ、ガチャガチャぶりだ。ガチャガチャぶりかな。久しぶりです。こっちだよね。うん、僕たちは今沼津にある深海魚水族館に来ました。ここにね、俺らずっと来たかったんです。はい、ここにずっと来たくて。来たいですねって念願が叶って、かれこれ30年は経ちましたか。うん、来たいですって言って30年は経って沼津に来ました。ここすごい、沼津結構上げだよね。うん、めっちゃ。あとなんかさっきよりあったかい。スラちゃんついたよ、ほら。やばい、念願わかんない。おい、待って待って、入り口はどこ。深海魚ファンババアがいる。ちょっと来ちゃったね。なんかしかもさ、音楽もさ、はい、ディズニーっぽいね。そういうことか。ね、やばい、見て、 あそこ行こう。やばい、メンダコ。だってさ、これ回転2万マイルだよ、多分ほとんど。わー、オッケーオッケー、どうぞ。入ります。ラビラビラビダビダビダビ。ありがとうございます。ね、すごい、これシーラカンス。え、違うよ、シーラカンスはな、深海のはず、深海に生息してるはず。あ、でも150から600すごい、詳しい。ね、結構しかもさ、かっこよくない。興奮ババかっこいい。ちょっと俺に似てるし。なんかコミュニケーション取れそうじゃない。魚とコミュニケーション取ろうとしててめっちゃ気持ち悪いお前。全員深海のメンバーで、どうもいる。見ろ、かわいい。真田水引きがいい。飽きちゃった。私何年間ここ来たかったと思って。嬉しい。でもスーラがさ、いちいち説明してくれるから。でもなんか読んでるだけ別に。しかもなんかこのさ、空間がさ、ディズニーシーみたいで上がるんだけど、なんか普通の水族館より凝ってるよね。うわ、すごい。ボロカサゴだって名前めっちゃかわいそうなんだけど。もうちょっといい名前君あるよね。コミュニケーション取ってる。普通さ、なんか金魚とかはさ、こうやってこうパラパラってやると上から。あ、でも見て、来てるよ。来てる。尾びれの動きめっちゃ美しいね。本当だ、綺麗。てか、スーラ可愛い、ここ青くなってて。おとなし、臆病でおとなしいんだって。え、ねえ、可愛い。す、ちょっと、ちん、ちん、めっちゃ嫌だ。ねえ、知ってる。ここで私の豆情報。シャコっているじゃん。シャコって食えるのね。めっちゃ美味しいんだけど。でもシャコって死んだ死体を海で食うの。それをうちら食べてるの。そうそう、気まずいって。気まずいよね。この状態のチンアナゴ初めて見たんだけど。私も見た、初めて。こうだよね、普通。うん、この展示方法めっちゃいいね、真似しよう。ちょっと怖い。説明してもらっていい。光金目鯛が光ってたんですけど、うん、撮った、さっき撮った撮った。目が、眼球、黒目の部分が光ってるんじゃなくて、この下にあるこの空までみたいな、そう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 、部分が光ってる。これ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 。だからあれだよ、瞬きじゃないよ、やっぱ。あ、瞬きじゃないんだ。ってことはさ、魚ってさ、瞬きするの。うちらの結構目の付けどころ強くのプロだよね。すごい。いいキャンディ、いいキャンディ。もっと言ってみるよ。そんなことはいいか。性別は失礼しました。 おじさんみたいですね。博士っぽいよね、質感的に。あ、見て、これしかもさ、これあれだわ、平面に映してるの。本物見たいよね。本物はいないの、もう地球には。
よくわかんない。いるの？見てみる。でもさ、もしいるんだったらここに展示されてるはずだからさ。26に分類されます。なんかさ、シーラってやつはわかる？わからない。シーラっていうのもいるのね。シーラカンスと別で。そう、シーラはいる、普通に。ね、見て、ちょっと気まずいよ、こういうのも展示されてるの。本当だ、美味しそうだし。気まずいとかやめて。本当だ。しかも水の中にあるし。うん、最高じゃない。ああ、あ、本物がいらっしゃるね。おい、お前たちやられてるぞ。こういう風に切れた方がいい。切れた方がいい。お前こうなんだ。切れた方がいいよあれ。見て、こんなに駿河湾の地下にはゴミが沈んでるんだって。許せない。だって人間がいなかったらさ。本当だよ。え、これ出てきたゴミ。考えましょう皆さん、人間の皆さんは。26種類いるんだって、シーラカンスって。うん、こいつだね。これがほら、あの動物の森とかでも。あ、俺釣ります。釣ったことあります。マウント、俺シーラカンス釣ったことある。私もある。うん、だって収まんないもん。すごい。ベージョン、アテディティティベージョン、アテディティティ。ねえ、これめっちゃいい。欲しい。レゴ違う、角消し。しかも竜宮の使いのがブサイクじゃない、なんか。これだってこれとかかわいそう。ほんとだよ、かわいそう。ブラッシュアップライフで次お前赤生だって言われたらめっちゃ嫌じゃない。嫌だ、絶対自分の意思が。皆さん気づいたかわかりませんが、私のこの歯欠けてるんですね。実は昨日カンジャンケジャンを友達と食べていたら、あのカニの歯と間違えて自分の歯もなくなってしまった。カニのせいか。はい、カニのせいで歯がなくなりました。私酔っ払って転んだのかと思ってた。いいえ、もともと歯がないのは、あの小1の時に、あの雨の日に自転車で坂道を下るっていう男の子らしいゲームを男の子10人ぐらいでやっていて。美味しそう、生ジュース。みかん、やばい。ごめんなさい、終わりだっけ。ちょっと待って、はい、どうぞ。飲む？1個いってみる。でもアイスの方が食いたいで、うん、ごめんね、アイスの方が食いたい。私もアイス食べたい、うん、ねえねえ、すごい楽しくない？沼津結構住みたいよね。めっちゃ楽しい、本当に楽しい。なんか東京に飽き飽きした方はぜひ。うん、わかる。なんか店員さんとかも優しくない？優しい、とっても。あと深海水族館もあるし、うん、ちゃんとさ、さっきのさ動画説明したの？何を？こうやって深海水族館ですって。よし、しました。ちょっと撮りたいな、街映って。じゃあ、このまま。ねえ、すごい漁港だよ。私たちはごめんね青春 のヒュージファンなので三島駅に来ました。あ、初めて。で、今から伊豆箱に乗ります。本当に乗る？乗るよ、当たり前じゃん。ハートの釣り革を見つけないと帰れないから。どこってか、これじゃなくない？ JR でだって。これえ、何があるの？伊豆箱で3両の。あ、じゃあ中で乗れるんじゃない？本当？え、分からない、誰か教えてください。ツーラー、なんか伊豆箱に乗るにはこの入場券を買って、あ、伊豆箱根鉄道。見て、三島コロッケ。後で食おうね、三島コロッケ絶対。なんかこの乗り方俺ら分かんなくて、なんかローカルの JK に教えてもらったんだよね今。でなんかその JK たちにハートのスリカー見たことあるって言ったら、え、ないって言われたから。じゃないって言われた。待って、このエスカレーターだ。何が？どこ？いつ？どれ？気持ち悪いって言ったエスカレーター。スーラが気持ち悪いって言ったエスカレーター。すごくないか、なんか外国みたい、うん、また、え、乗りたくない？帰り、うん、帰り乗ろう、帰り乗ろう。楽しみ。めっちゃ久しぶり。俺1637。どこに書いたの？どれ？数字？時間？3124。ここの両端が同じ数字だったら真ん中のパーセントで濃い切符だ。どっち？まっすぐかな。エスカレーターって乗りたくないよ。なんで毎回ぶつかるときなんかタックルなみ。伊豆パコ。ライトブレンド世界全バリスタ監修。あ、ミシマルちゃん。
行くぞ。ちょっと、あ、ありがとう。嘘でしょ。やばい。見つけちゃったね、ハートのつり革は。早く掴め。え、これ本当2000分の1なんだよ。嘘じゃない？2000分の1が。でも私そうやって書いてあった。今でもそう。でも俺もね、ごめんね、最初見た時2000分の1って書いてあったよ。私もまだまだね。ねえ、嬉しい。おい、マシュマロコ。マシュマロコ。マシュマロコだな。マシュマロコちゃん。これがミシュマロコちゃんで。ミシュマロくん。これがミシュマロくん。嬉しい。え、マジで可愛い。これストラップとかないの欲しいんだけど。ね、本当にラッキーだね、うちら。進行方向？こっちじゃない。伊豆箱に乗りました。念願の。ある？ハートの釣り顔。これ金とかご自由にお叩きくださいなんじゃない？なんかいいね、これベンチが。え、ね、待って、危ない、燃えてる。どこ置くの？煙出てたよ今。え、煙出てたよ。危ない。私ね、消防士だったからやっぱり。かわいい。本当に消防士。ハロー。かわいい。後ろから来てる。かわいい、かわいい。元気。何歳ですか？まだ1歳です。あら、かわいい。やんちゃだ。かわいいね。嬉しいね。やめて。ごめん。ごめん、間違えちゃった。ねえ、どうしよう、この YouTube 多分6時間半とかになっちゃう、編集しても。わあ、川の水はとても澄んでます。こっち向いてください。はーい、クリスティカラコン、とっても可愛いです。後ろからお客様が。あ、ごめんね、先行く。おはようございます。いいえ、負けない。かわいい。ガンダじゃん。マジガンダ。危ないですから、歩かないでください。やばくない？危ないですから、歩かないでください。レッグが上がりますので、足元にご注意ください。私たちの三島沼津旅行、ご一緒に来てくださいましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押してもらえると、スーラちゃんも、たくさん三島コロッケ食べることができますので見てみてください。お願いします。お願いします。あ、そうだ、最後に食べよう。嬉しい、マジでずっと食べたかったよ、この時は。あんまり食べてない。
せーの。うん、おいしい。おいしい。嬉しい、マジで。うまくね。誰が書いたんだろうね。ガキじゃね。ありがとうございました。